降りて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 。怖い。ここは？なにここ？わかんないんだよ。え？俺も降りたらこんな場所にいてさ。え？なんだろうここ。あら、あなたたち。お。目が覚めちゃったみたいね。え、待って、この人ってますか？ぬぐこさん？え、ぬぐこさんこれ。なんか久しぶりに見たよ。久しぶりね、二人とも。待って、わかったぞケアタ、これあれだ。昔よく動画に出てた悪の実験者ぬぐこだよ。また俺たちで実験しようとしてるんだよ。絶対それだ。だってあいつ実験者だもんな、悪の。素晴らしいわ。さすがいいわね、二人とも。そう、また実験よ。また実験だって。嘘だろ。くそ。今回一体何するってんだよ。今回の目的はそう、おしりんボールを集めるためよ。ん？おしりんボール。おしりんボールって、待って。え、ケータロー知ってんの？おしりんボール。え、知らない。知らないんかよ、お前。しょうがないから説明してあげるわ。おしりんボールはね、真っ赤に染まったお尻から生まれると言われているわ。そしてそのおしりんボールを7つ集めると神様が出てきて何でも願いを叶えてくれると言われているわ。7個集まったら何でも願いが叶う？なんか聞いたことあるぞ。なんか聞いたことあるよな。ちなみにもう5つ手に入れてあるわ。もう5つも手に入れたの？どれ？おしりんボールって。おしりんボールはね、これよ。ん？見えるかしら。これ？ちょっと見えないけど。え？あ、見えた見えた。おお、なんか何これ。お尻だな。お尻に星がある。それから2人のお尻からもおしりんボールの反応があったの。何？どういうこと？お尻？だからあなたたちのおしりんボールを手に入れて世界征服をしよう。それが私の作戦よ。待って、世界征服？いや、おしりんボールに世界征服なんてもうわけわかんないよ。とりあえずあなたたちのお尻を真っ赤に染めなきゃいけないからね。さあ、お尻を出しなさい。私にお尻ペンペンさせるのよ。なんかバット持ってる、バット持ってる。やばい。お尻ペンペンってバットでするもんじゃないから。手だよね、普通。こっちでもいいわ、こっちでもいいわ。デカハンマー、やばい。わー、お尻を出しなさい。どうする。なんとかしてこっから出ないと。なんか、ね、お兄ちゃん騙せない、ぬぐこさんのこと。ああ、届かないわね、ここからじゃ。任せて、ケアタロウ。じゃあ、わかりました。おしりんボール欲しいんですよね、僕たちの。じゃあ、僕、ケアタロウの、はい、こうやって持っておくんで。ちょっと殴りやすいように。聞いてない。持っておくんで、ちょっと出してください、ここから。確かに。ありがとう、ケアタロウくん。はい。よし。よし、ケアタロウ、逃げろ。逃げろ。お尻を出しなさい。お尻が、でっかいお尻が、逃げろ。いや、なんだよ、急にここもマジで意味がわかんない。わかんないよ。なんか俺たちのお尻が狙われてて、7個集めたら、願いが叶う7個のおしりんボールのうち5つはぬぐこさんが持ってて、残りの2つは俺たちの尻ってこと？俺たちおしりんボールになっちゃうの？よくわけわかんないけど。まあいいや、ここから脱出しないといけないね、とりあえず。脱出するも何も、でもどうやって逃げればいいの？でかすぎだろ、この施設。ね、とりあえず探検してみよう。一瞬待ってみるか。え、てか、待って、俺いい作戦考えた。何？俺たちさ、おしりんボールさ、2個持ってるってことじゃん。ってことはさ、残りの5個のおしりんボール、ぬぐこさんから奪えば、俺たち、願い叶うから、こっから出してって言えるんじゃない？だから、確かに。わざわざ出口探さなくても、おしりんボール5個探せばいいじゃん。まあ、ぬぐこさんが言ってることが本当だったらだけどね、もちろん。いやいや、でもおしりんボール、ぬぐこさんから取れるか？あんなデカハンマー持ってる。いやー、わかんない。なんかある。なんかこれ、正解が分かったら大きな声で叫ぼう。間違ったら死。なんだこれ、なんかセキュリティあるけど。待って、ぬぐこさんのことだからさ、俺分かったかも、こんな感じで厳重なセキュリティをつけて。あ、おしりんボール隠してるの？いろんなところにおしりんボール隠してるんだ。そういう、じゃあこれ行ってみようよ。先進んでみようよ。行ってみようか。とりあえずあれする？チャンネル登録お願いする？そうだね。はい、ということで皆さん、目が覚めたらね、なぜか変な研究所に捕まっていました。ケナスイです。ケナタロウです。弟です。今からね、おしりんボールを7つ集めてね、ここから脱出しようと思うので、皆さんぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後まで見てね。コメントもしてね。コメントしてほしいね、たくさん。みんながおしりんボール7個たまったら何したいか、願いを書いて、願いを書いてほしい。よし、行くか。セキュリティ、問題、たくさんある方が勝つお尻ってなんだ？たくさんある方が勝つお尻。たくさんある方が勝つ、勝つお尻。ケツ。わかった、多数決。わー、多数の決。絶対そうでしょ。
ケアタロウ、いけ、叫んだらいけるんじゃない。正解は、多数決。おお、一問目クリア。待って待って、余裕じゃん。セキュリティ、なんだこれ、なんだ次の問題。これ誰のお尻、見たことねえよこんな尻。ゴリラ、ゴリラじゃない。でも誰って書いてあるから人でしょ。人なの。え、じゃあ誰なんだよこれ。マイクラに出てくるなんかあれなんじゃないのかな、関する。ゴリラのこと誰って書く。まあでも言ってみるか、うん、でも間違ったら死ぬって言ってたからな。じゃあお兄ちゃんがゴリラだと思うんだから、お兄ちゃんが言ってよ。じゃあ分かった、正解はゴリラ。イエーイ。ゆうこさんの日本語に問題があったみたいな。あ、見てほら、ゴリラのお尻が。あ、ほんとだゴリラだ。で、次が、これめっちゃ簡単じゃん。これ簡単だな、俺もわかったわ。村人でしょ。違うでしょ、アレックスでしょ。この色は服装。あ、あ、アレックスか。じゃあ俺やらせやらせ。はい、このケツはアレックスのケツ。え、違った、ごめん、違ったみたい。あー、いたいたいた。あー、あー、怖い。まだな。あー、開けるね。おお、おしりんボール2ゲット、うん、おしりんボール2だ。え、見せ。あ、ほんとだ、星の数2個。よしよしよし、残り4つ。これでおしりんボールが俺たちのお尻倒せ3つ集まったのか。そう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 。オッケーオッケーオッケー。ヌーコさんから逃げながら行かないと。やばい、いた、見つけた。やばい、お尻なんてどこにもないじゃない。ケアタロが言ってたこと信じてる。騙されてたんだ。端手に裏端、右、右、間違いない。こっち、こっち、こ、待って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 、やらかした、やらかした、ごめん。え、え、お兄ちゃん、どう、やばいけど捕まっちゃったよ。おい、マジか、ここに戻されるのか。ちょうどあれ、この前に来たよ。おい、開けて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 、うん、開けて開けて、よしよしよし、危ない。お兄ちゃん、多分だけどぬぐこさん俺たちのケツの匂いを嗅いできてるからすぐバレるよ。ん、待って、なんか、あ、待って、ぬぐこさん来た。見つけたわー、キャラスー君。やばい、そこのおしりんボール、あなたお尻が少し赤くなってるわよ。嘘でしょ。え、待って、お兄ちゃん本当だ、本当だ。待って、どういうこと、ぬぐこさんには叩かれたから尻。てか何持ってんの、ぬぐこさんの手に。逃げてくれ。これ私の緊急の成果よ。やばいやばいやばい、なんか危ないもん持ってる。おならがん、おならがん、おならがん、おー、なんかおなら出てる。うわー、やっせ、くせ、やばい、視界が、おならがん食らって視界がなんか怖くなってる。ケータロウくん、あなたのお尻もいただきよ。え、ケータ大丈夫、やめてー、やばい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 、ケット捕まっちゃった。戻って助けに行かないと、急げ。いやー、お兄ちゃん広いな、それにしてもここ。ケツ赤くなった。え、ケツ赤くなった、ケア太郎も赤くなった。これやばいんじゃない、どんどんおしりんボールが。あ、いた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 、はい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 、こっち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 、どっちどっち、こっちこっち、なんかあった。いや、わかんないけど、なんかこっちになんかあったんだよね。あー、わかったわかった、確かにあったわ。ここ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 、どこ、こっちこっちこっち、ここにあったよ、ここに。待って、でもなんかある、なんかある、なんかある。こっち、なんかあるぞ、そこ。おー、なんだこれ。パズルを揃えろ。お、チェストある、チェストある。これだ、イージーイージーお尻だ、これ。これあれか、パズル、これ楽なんだよな、いつも。よいしょ、はいはいはい、急ぎ急ぎ急ぎ、ヌンコさん追いかけてくるから。はいはいはい、やばいやばいやばい、はい、パズル、ケンタロウ尻すごい、え、ケンタロウの尻すごい、でかっ、真っ赤になってる。やばいって、俺こんなんなりたくないよ。つかもうぜ、おしりんボール。やばい、来た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 、やばいやばい、どうしよう、おしりんボール、なに、俺が来るから、お兄ちゃんパズル完成させる、やるな。ありがとう、キャタロ、そのうちにパズル完成させるわ。よし、完成かな、パズル、できたできた。これで開くんじゃない、レバー押せばいいのかな、ここ、カチャ、開くか。おお、開いた、できたできたできた、おしりんボール1ゲットだぜ。わ、一番やっぱ簡単なミッションだったからか。キャドル、よう逃げ切ったね、すごっ。足早いから俺。ここだよ、ここ、ここなんか牢屋みたいなのあったって。そういや。あるんだか？これ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 。ほんとだ。これいかにも怪しいよね。え、奥になんか真っ赤な、真っ赤な化け物がいるんだけど。これ絶対さ、どっかにさ、うん、宝箱があって、それを持って帰ってこいみたいなミッションじゃない？あった。え、しかもこの鬼たち全然来ないぞ。え、取れる取れる取れる。いや、キャドル来てる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 。妖怪死にダメ、妖怪死にダメ来た、おいた。大丈夫、ケアタロ、逃げ逃げ、おー、やばい、妖怪死にダメ来た、やった、妖怪死にダメだ。こっちまで逃げろよ、こっちまで。お兄ちゃん、開けて開けて、はいはいはい、はいはい、ナイスナイスナイス。で、ゲットした、お尻ボール、妖怪死にダメから逃げた。ナイス、3だ、残り2つ、3個と俺たちのケツで2つか、もうすぐじゃん、もうすぐだよ。
こっち行ってない、こっち、そっち行ったよ。ないかな。あ、なんかあるよ。うーわ、なんかややこしいとこ来たな。なにこれ、なんかすごい研究室みたいな。ほんとだ、なんだこれ。本とか置いてあるけど何作ってんだろう。ちょっと本読んでみる。あった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 、本あるの。ヌグコの計画書っていうのがある。え、読んでみるね。ヌグコの計画書。この儀式台にすべてのおしりんボールを置いて、いでよおしりんドラゴンと唱えれば、ついに願いが叶うのよ。願いが叶うまで他の人に取られないように隠しておかないと。セキュリティを作ってと。そうだ、忘れないようにパスワードのヒントを書いておかないと。パスワードのヒントはおしりよ。これで大丈夫ね。どういうこと、パスワードのヒント、おしり、セキュリティのパスワードのヒントってこと。ヌグコさん、これがあれか、おしりんボールを使って、なんだ、おしりんドラゴンを呼び出す儀式台ってことか。おしりんドラゴンを呼び出して、私は世界征服をするのよ。そのためにもあなたたち、お尻を差し出しなさい。どんだけお尻に執着してんだよ。ケータロボ、差し出せよ、お前の分。はい、俺のお尻どうぞ。え、いいの、ありがとう。ごめん、ケータロボ。ちょっと気持ち悪いこと言うなって。お兄ちゃん、助けに来てー。ちょっとなんか別の部屋に来たけど。なんかある。パソコンにアクセスして認証してください。だって行ってもいいよ。行ってもいい。いけないだろこれ。絶対に、絶対に捕まらないから。オッケーオッケーオッケー。これかな。パソコンボタンあるわ。ポチ、起きた。なんかアスレチック会場にテレポートされた。ちょっと頑張るわ。お尻アスレチック、お尻アスレチックだ。トイレの上だ。お、よし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 、このタイミング、おう、オッケー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 。で、登って登って、はい、落ちないようにゆっくりと、落ちないように、いて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 、よし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 、慎重に慎重に、いて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 、オッケー。で、これはなんだ。おー、そういう感じね。このスライムブロックの勢いであっちまで飛ぶと。はいはいはい、せーの、よいしょ。おー、おお、よしよしよし、いけたいけたいけた、いけたけど。え、クリアした、おしりんボール。いや、もうあとちょっと。これあれか、あそこに乗るんだ。よしで、乗って乗って、こうかな。よしよし、蜂蜜の上に乗って、で、ここも乗って、オッケーオッケーオッケー。見えた見えた見えた、認証ボタン押せって書いてあったから。うん、よし、認証してくれ。認証ポチッ。おー、開いた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 。よしよしよし、これでおしりんボール4ゲット。おしりんボール、あと1個だよね。よしよしよし、ちょ、戻る戻る戻る。開けてほしいな。よし、こっち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 。待って待って待って、え、お兄ちゃん、ヌグコさんが、やばい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 、早く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 、走らせ走らせ走らせ、どうかしら、そろそろ食べ頃じゃないかしら。食べ頃とか言って、ケアだろ。ケツ赤、ケツ赤、赤いんだよ、助けてよ。逃げて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 、病院来た、病院みたいなとこ来た、病院来た、奥行かないと、奥行かないと。なんかある、なんかある。待って、あるじゃん、あるじゃん。暗証番号を入力しろ。暗証番号を入力して。暗証番号とか無理じゃない。わかんないよ。1225、俺の誕生日。なわけないだろ。違う、お兄ちゃんの誕生日。違うじゃん。ちょっと待って、どうしよう、こんなヒントなんもなく無理だよ。待って待って、このヌグコの計画書に書いてあった気がするんだけどな。あれ違ったっけ。何、あ、これだ、2ページ目の。そうだ、忘れないようにパスワードのヒントを書いておかないと。パスワードのヒントはお尻よ、お尻よを数字に変えると、おが0で、きが4、うん、04。りって何なんだろう、わかんないよ、りなんか。でもお尻よのよは4でしょ、うん、04ほにゃらら4だよ。04ほにゃらら4、そのほにゃらら4がわかんない。適当に言ったらいけるんじゃない。0414、違う、0424。え、開いた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 んだけど、0424、2なんだ。あんちゃん、おしり、え、待って、今出られなく、あー、よかった、危ない、出られなくなるかと思った。おしりんボールゲット、見つけたわー。センキュー。もうそろそろあなたたちを捕まえる頃ね。お兄ちゃん、どうする、これどっちから生き延びれば大丈夫だから、せーので、右左に逃げよう。わかった、せーの、あ、あー、ケラ太郎、あ、ごめん、ケラ太郎、俺は逃げるぞー。いや、いた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 、ヌコさん来てないかな。待って、いたいた、ケラ太郎、早く出ないと。俺、何、俺のケツ見て、真っ赤っかじゃん、やばいって。なんか、待って、なんかやばい、俺お尻叩かれすぎてお腹痛くなってきた。大丈夫か、早く早くしろ早くしろ、ヌコさん来るから、うんこすんなら早くうんこして、ちょっとうんちする、うんち、早く早く、ごめんなさい、出てます。はい、
え、待って、なんか今おならとともになんか出たくない？うんちしたら、敵からおしりんボール出てきた。うわ、おしりんボール6。熟したってこと？熟…お兄ちゃん熟したの？お兄ちゃん、ちょっとここでうんこしな。うんこしたら、おしりんボール7がお兄ちゃんのケツから出てくる可能性ある。あ、待って、出る？大きいの出そう。来た？で、来い。ドゥ、お兄ちゃん出た？出たよ、今。え、うんこと、え、待って、手元にあるおしりんボール7、あ、これで7個全部揃った。そうそう、揃った揃ったら、これで、あそこの儀式のとこ向かおう。で、脱出だ。どこだっけ、儀式の場所。これまっすぐ行って、右か左かどっちか。あった。あー、しよしよしよし。はい、ぬぐこさんが来る前に出せおしりんボール。え、なんか声聞こえた。ぐるぐるって言った。声聞こえたよね、今。共鳴してるんだ、おしりんボールの神が共鳴してるんだ。1、2、3、4、5、6、7。いでよ、おしりんドラゴン。うわー、なんか出てきた。俺の名前はおしりす天空竜。さあ、願いを言え。あ、こいつのことだ。え、やばい、どうしよう。願い、願い、何、何しようか。いや、でも早くしないとぬぐおさん来ちゃうよ。いや、だって、ここから脱出する。任せ任せ任せ。ここから脱出、え、ちょっと待って、な、何願ってんだ。願いを叶えてやった。え、では、ちょっと待って、さらばだ。え、あ、え、あ、やった、ギャルのパンティ、やっと。ちょっと待って、え、脱出するんじゃなかったの、ここ。だって、ぬぐこさんが来ちゃうって、お兄ちゃんが焦らしてくるから。なんで人のせいにすんなよ。ぬぐこさんの声が聞こえた。どこだ？ぬぐこさん？わあ、ぬぐこさんいた。どうしたですか？なんか、急に私のパンツがなくなったんだけど、どうして？え、もしかして、ぬぐこさん、これのことですか？あ、それ、私の…え？計画通り。計画通り。ぬぐこさんのパンティを盗んで、血が散っているところに、この施設から脱出しようという、俺の計算通りなのである。なわけないだろ。よし、出るぞー、このパンティ工場から脱出だー。おー、すごいすごい、すごい、ジャンプ力すごい。ぬぐこさんのパンツ履いたらジャンプ力がすごくなった。逃げるぞー。出方がわかんないんだよー。